2発目のヒルクライムの激坂に向けて参りましょう。ですけどね、天気が良くて今日はいいっすね。ちょっとね、なんか年末でお腹が出てきて、足の上げがちょっとなんか突っかかるなと思ってたんですけど、サドルをまた2ミリほどちょっと上げました。雰囲気変わりますね。あ、で、ステムとかハンドルをドミに一番下まで下げました。変わって楽しい感じでございます。カツオクがね、新しいホイールを導入しましたので、私も行こうかなと思ってるんですけど、若干エイトスに未練があると言いましょうか。まあ、Sワークスは全然無理ですけど、スペシャルのエイトス欲しいな、欲しいな思ってるだけですけどね。さて次はこの辺りの辺なんですが、以前ね、たくさんと一緒にお蕎麦を食べに来た辺りですね。あ、これだ、これだな、多分ここでしょ。下月聖公会堂ではちょっと行かせてもらいます。潔くインナーにして進んでまいりましょう。お、これはこれはやめといた方がいいかもですね。ここはね、ここは狭いっすよ。こっちまで行ってみようかな。ちょっとまずいかもしれないな。行けるか。あ、これはまずいわ。ちょっとやめときます。インディングつけていくべきか外していくべきか、左だけ外した。行ってみよう。つけてみよう。ただ前があれだ。さすがに息が入ります。いけましたね。
車道が何パーだったか分かんない。ほうほう、いけたいけた、いけました。 OK、 これは距離が短いですけどね、体重を前に持っていくとリアが滑りましたね。はい、これはさすがに厳しかったです。帰りが怖そうだなこれ。帰りがどうだろう。行けるかな。行けましたよ。けどこれどうね、何パーって見てるゆとりがなかったわ。これなんかもうブレーキングしながら降りるの怖いな。これ苔があるし、これはかなり（笑）ガロパンさんトライしてください。ということで下月瀬公会堂、これはかなりきついですね。距離短いですけどね、まあ行けました、行けました。カツオクはちょっともうね、道幅が狭いので断念しましたけど、まあ広かったらね、ちょっとチャレンジしてみたい気もしないでもね、これはね、他もまっすぐ行かないといけないので、私もちょっと息切れしてしまいました。ということでヒルクライムの旅は以上でございました。明太パーク、とやらにちょっと来てみました。どんなとこでしょうか。よいしょ、通りすがりですが巨大な明太子があの上にありますね。そこそこ人でこれ多いような気もいたしますね。明太パークでからし明太子、まあまあでかいですねこれね、うん、けど390円、なかなかの観光地価格ですね、これカツオクさんです。それから明太子豚まん、はい、いただきます。と寒いんでスープをねいただきましょう。明太子豚まんいただきます。ほんのり明太子の味がします。こんな感じでございます。明太パークでございました。
まあちょっと立ち寄るにはね面白いとこかもしれませんね。家族さんテンションが上がって写真撮っておられますね。明太パーク、明太パークございます。